ちょろかし。3、2、1。ハズゴイン、マイ。メイ。ということで、今日はケイコと YouTube を回しております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は何について話すかというと、まあタイトルと、もうサムネでさ、分かったと思うんやけど、ちょっとね、あの俺の娘について今日はね、初めてですね。じゃあね、動画で話そうかなって思いま す、いいですね。ね、はい、そう、もうまあね、タイトルにもある通り、ダウン症ちゃんね、うん、でまあケイコはね、もうずっと生まれた時からさ、そう、子供とさ会ってくれちゃうけんさ、分かるんやけど、ちょっとねそれについてね、今日初めてね、ちょっと動画で話したいと思います。お願いしますね、はい、まあこの動画もね、いろんなことを配信するっていう中で、俺らのね、ことであったりね、そういうのも配信したいっていうさ、ずっと動画始めた時から思いやったけんさ、まあいいきっかけかなと思って、いつも動画見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日はね、さよね、登録もありがとうございます。登録もありがとうございます。今日初めての方、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さよね、じゃあちょっといろいろと質問形式かな、 そんな感じでちょっと稽古に聞いてもらおうかな。はい、そうね、高尾コーチのね、娘さんがダウン症なんだけど、まあ、それっていつ分かったのかなと思って。そうやね、いつ分かったのかな、妊娠が発覚してもう10週ぐらいやないかな、早かったよ、10週ちょいぐらい過ぎた時点で、なんかね、なんかダウン症の子ってエコーで見た時に、この首の後ろのむくみがあるらしいんよ、はいはい、あ、そうなんだ。そう、それでなんかね、分かるとか言って、そう、ダウン症の疑いがあるってもう言われたの。そう言われた、ちょっと疑いがあるから、その検査、詳しい検査しないかって言われたよね。あ、そうなんだ。それ言われて、まあ最初は俺は必要ないって言ったと、その検査とか別に、そう、いや、いらない、別にどんな子があっても俺は産むって決めちゃったけんさ、その、そうだっけ、その検査とか必要ないやろって結構言おったじゃん。あの、検査の結果がどうである、別に変わらないってことね。別に変わらんけ、はいはい、する必要はないやろっていうのをずっと言おったんやけ ど、 なるほど、なんかね、結構いろんな意識からもしないのみたいな感じ言われてきて、そう言われるとちょっとやっぱさ、なんか2人で話しながらなんか、やっぱ受けようかみたいな感じになって、最初血液検査したんかな、はいはい、で血液検査して、まあその確率が高いみたいな、そこでそうだった、そう、でももう一回なんか羊水検査したらもっと分かるみたいなの言われたんや、はいはい、またさらに、そう、でさらに確実性をなんか、そう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 、で羊水検査したら 99% ぐらい分かるらしいんよね、ダウン症かどうかって、はい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 、でもなんか、まあ、その時はそうかみたいな感じで、でも羊水検査するのも正直母体にもリスクがあるらしいよね、そうなんだ、そう、やっぱ俺らもそこら辺で調べて、それはね、やりたくないね、そう、それならね、でもやっぱ なんか、その時はいろいろ話してやろうってなって、お腹の中にエコーで見ながら長い針が入ってくんだよ、でそれで赤ちゃんに当たらないように針がこう入って、それエコーで見えるよ、入ってるの、俺見よったやん、入ってって赤ちゃんの周りの羊水っていうかな、それ取って、で検査した結果、電話で言われたの覚えてるよ、あなたの子たちはダウン症ですって言われて、そう、でもそうかっていう感じで、でも、まあもう決めちゃったけんだ、ですけど、でも実際にでももう本当に確実にそうですっていう風にやっぱ言われたらさ、でね、調べたね、やっぱ調べた、YouTube で、はいはいはい、多分やっぱ出生前診断も賛否両論あるらしくて、やっぱやる人とやらん人、で分かったら下ろす人が多いみたいな話もさ、ネットで見てさ、分かったら、まあ、そうだよね、やっぱ自分育てる勇気がないとかさ、でそれも俺正解と思うけんさ、まあ全部が全部否定を俺はできんけど、だけどその時にダウン症の YouTube とか見たり、でダウン症のこの YouTube 見て調べたりして、で、SNS とかも作った、あ、そうなの、もうその生まれる前からの中でその情報とかを、そうそうそう、そういう人たちと得るために、得るために、そういう人つながりで、コミュニティにね、そう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 、とか作ったりしたね、あとは決めとったけんさ、それは奥さんも一緒で調べながら、それ一緒一緒やった、あ、そっか、そう、それはもう出生前診断する前からもう一緒やったね、そうなんだ、いやでも俺どっちがいいかって言われたらしてよかったと思うね、調べるとかさ、こうもっと行動に移せたよね、
準備ができるみたいな感じ。そうそう、準備ができる。そう、どっかしもしかしたらなんか機関用のにしとった自分もおったのかもしれんけど、うんうん、いやでも産むって決めとったけどね、うん、まあそんな感じで、そしたらいろんな準備がショックだったとかそういう感情はないってことだね。なんか、まあ、それはもしかしたら普通だったかもしれないっていう望みのもと診断は一応してもらうじゃん。そうやね、まあそうか、そうだったかみたいな、なんだろうな、そうやね、そうかっていう、その時はあれだったな。結構やっぱだけ、そうやね、そんな感じやね。そんな感じ、うん、ああ、石川いろいろ話しながらやってきたって感じかな。なんかテルって決めたけんさ、そういう決めたけんさ、うんうん、それでやっぱでも自分だけでも考えて、うん、もう決断したの。やっぱ相談じゃまず2人よ ね、 そうね、まず2人で、そう、ね、ま2人 ね、うん、でそっからはね正直ね、うん、だけ相談誰かに言ったかってことよ、子供を。そう、いや言えんやったね、言わんやったね、なんか言わん、何やったの、言ってないね、言ってないか。でもね、お腹が大きくなって、つわりが激しくなって、その時さ、ウーロン号に行きよったんやし、うん、試合まだプレー、選手しとったけんさ、そっか、そう、で、夜つわりもきついのに、うん、遠くまで行かなきゃいけんや、で、その時のちょうど試合に出れん時期だったんや、うん、だけど、試合に出れないと、給料もらえんや、うん、お金入ってこんや、そっか、で、何時間も週3回かけて、何時間家を離れとるのにお金が入ってない状態が続くわけや、うんうん、で、家ではこうやっぱね頑張ってしてこって、はいはい、で何してるんだろうみたいなさ、うん、そうだね、なった時ぐらいの帰りかな、なんかなんか耐えれんくなったか分からんけど、ユウ、うんうん、さんに電話したもん。ああ、うん、なるほど。そうで、どうすんだろう、車の帰り道に車運転しながら、うん、こう電話を置いてなんかユウさんに言った記憶があるな、うん、そっか、うん、でもやっぱお前が強くなきゃダメだって言われたけどね。あ、そうなのね。でもみんなそういう相談した時には、まあ、答えは出てくるの、なんか。いや、わかん。いや、でもやっぱりって思え。多分自分で耐えれんくなったっけ話したやろ。うんうんうん。うん、そんな俺相談するタイプでもなかったっけんさ。うんうん。しなそう。でも、うん、その時は、ゆうださんに話して、うん、その後ぐらいに、ひろき。うん。で、あと、その生まれる前に寺澤さんと、確かカフェ行く機会がたまたまあって、あ、 そうなんだ。その時にちょっと話したぐらい、ほんと数人よ、生まれる前までは。そうそう、でもやっぱ産むって決めとってけんさ、うんうんうん、それはそうだね、そこがブレてないからあれだけど、でもどうにかそのちゃんと育てる覚悟みたいのを自分でどんどん作るじゃないけど、う、うん、再確認よね、再確認だ、もしかしたら。そうだけ、それ大きくなってね、俺はね、うん、男の子か女の子かすら知らんやったよ、うん、え、そうなの。だから産む前はさ、うん、楽しみでもあるやん。そう、で多分聞く余裕がなかった。あ、そのいろんな検査とかさ、うん、言われ、なんかいろんなことやろうっつって、うんうん、で、である一本って分かってて、すごくいい人やったんや、うん、で2人で、であなたたち男の子か女の子か知ってるのって言われて俺ら知らんって思ってなんかもういっぱいいっぱいやったよね。そうだね、それどころじゃなかったよね。それどころじゃないね。あ、聞いてないねっつって、うん、で、この電話口で今から聞く、うん、みたいな、うん、よし、聞こうっつって、聞くことにしたんだ、うん、聞こうってなって、うん、女の子って言われて、ね、いや、あの瞬間、ね、あの瞬間がね、なんかいろんなこと考えたわ、はい、女の子って言われて、うん、まあ、ダウン症なわけやん。あ、だけね、またなんか、なんかその瞬間がもしかしたらダウン症って言われるより、うん、女の子って言われた瞬間が一番なんかね、うん、なんか将来を考えたね、うん、結婚できるかなとか、あ、なんか本当なんかそういうことも考えた自分だな、なんかあの瞬間は忘れられんね。そうだね、うん、もうそうやって覚悟を決めて産むってなってて、うん、で、あと出産の時とかは、うん、まあ紹介しても一緒、普通に生まれてくるのか、うん、一緒やね、一緒。でも、ね、うん、計画計画、いつに産むって計画して産むやつ、はいはい、なんか予定日より、ダウン症の子は予定日より遅いとちょっとやっぱリスクがあるらしくて、うん、それより前に産もうって言って、うん、でもね、まあ、出産の話はまたいつかさ、どっかでやります。どっか動画もあるんや、その時の、全部中で俺回した、中で回した、うん、でも立ち会ったの、そして立ち会った、だけどもうコロナやったやん、うん、
てか親も呼べんでも、ずっと俺は動画を回して中も入った。金子さんはすごいね、すごかった。また改めて聞きたいね。そうやね、まあ改めてね話そうか。エピソードまあ一言で言うと、本当多分一番きついパターンやったねって言われる。その全部話すと計画出産から、無痛にしとったけどなんか、無痛なのにきつい、あの麻酔が効かなかったとか麻酔が来るのが遅かったとかオーストラリアあるあるか分からんけど、で結局無痛分娩の計画出産で最終的に切った。そう、帝王切開。そうなんだ。最終的に切ったけんさ。ああ、そっかそっか。そうで生まれてきたね、で生まれて、まあその後のニック NICU に入ったよ、そう。あ、子供が、子供がね、やっぱ未熟児というかな、まず体温が低いって言われたんや。泣いたんやけど、体温が低いって言われて、あとミルクが飲めんやったんや。あ、そうなんだ。自分の力で、はいはい、だけ そのまま連れて行かれて、もう鼻から入れられるんや。あの注射器かなんかで、鼻全部つけとって鼻ちょっとずつこう入れて、俺入れるんや。生まれる前にさ、心臓に穴があるって言われてたんや。やっぱ、ダウン症の子多いらしいんよ。ああ、そういうやっぱ合併症じゃないけど、そういや、びっくりよね、生まれる前よ、もうエコーの段階で。どういうことそれは、ちょっとよくわかんない。生まれる前だけエコーで。そう、なんかね、その時はもう何もできないから大丈夫って言って、で生まれてきて、いやでもね、2ヶ月3ヶ月ぐらいの診断で塞がったって。塞がる人おるんよ。あ、そうなんだ。で塞がらんかったら手術なんよ、それもしちゃったよ、でも塞がったって言って。そうびっくりよ、そういうのとか心臓に、いやでもすごいパワーよ、その NIC おる時とかさ、命ってすげえなと思ったよ、生命だけ。いろんな子がいるわけよ、もうほんと未熟児の子とかと一緒なわけよ。そう、周り一緒で、でそんな会話するわけでもない、挨拶ぐらいよ、でもなんかね、あそこの2週間はね、今ずっとおったけんさ、すごいよ。なんかすごい命をちょっとずつ大きくなっていったりとか、できたこと、できることが増えていくわけや。で1個外れたりとか、なんか1個点滴が取れたりとか、そういうのをみんなで見ていくみたいな。で別に親同士が会話とかさ、挨拶ぐらいで、なんかあそこはすごい、なんかみんなが生きているっていう、なんか生命のあれを感じたね、なんかね。ここは、まあ、名前を言ってないよね。あ、そうだ、そう、名前はココハって言います。そう、漢字は、心の羽って書いて、心の羽。そう、ココハ、ココハちゃん、ココでココちゃんって呼んでます。そう、ココって呼んでます。そう、もうすごい可愛い、可愛いよ。もう大きくなっちゃってね、大きなった。そんなの想像できないわ、そのちっちゃくて。そうよね、今後 YouTube 出します。お、そう、ココ出てくるんですか。そう、ココも出るし、はい、そう、みんなで楽しくやっていきたいし、まあこういうオーストラリアのダウン症のさ、どういうケアがあるのかとかさ、どういうことをやってるか、例えばフィジオとかに通ってるから週2回で。すごい。だけ理学療法士、言語療法士、作業療法士全部行ってる。0歳か、0歳から行ってる。だけどそういうのとかもこの動画でさ、アップしたいっちゃんね。いいね、楽しみですね。ね、まあということで皆さん、これからもこのチャンネルをよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんでチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。じゃあね、バイバイバイ。